ふさん喋ってたとこ使われてなかったいや今回はね、またいつかまた出るかやるだろうか、その時はな、疲れて喋ってたんだけど、みんながみんな使えるわけじゃないから、短いから。本当だ、くっついてる。初めて森さん出たよ。喋っていたよ。いや、みんながさ疲れるわけじゃないじゃん。違うから。短いからね、番組は。地上波は初めて、いや初めてじゃないねん、地上波初めてじゃない、だって AK ビンゴにも出たことあるし、私初めてではない。歌番組もあるし イヤホン普通の長さ短くはないけど、こうテレビにつなげて持ってくるにはちょっとさ、画面で映せる画角的にね短かった、画角はちょっと映せない画角があるからさ、それイヤホンか、いや買ってない、買いに行ってない、あったやつ普通に持ってたやつ。ケーブルまとめる方法？いやもうケーブルまとめ、うん、いいかなと思って、これで後ろにさ PC の後ろにすごいケーブル入れ込んでる。いや PC に直接刺してるからさ、いやそう、まあそうなの、普通なんだけどさ、ケーブルボックスみたいなの使えないからさ、他のやつは使ったりしてるけど、そうなんだ、まとめてもみたいな、もう怖さないし、フレッツのイヤホン持ってる、イヤホンヘッドホン持ってる、ノート PC 買う、ノート PC 持ってる、ノート PC っていうかなんていうみたいなやつ、あれノートパソコンじゃないよね、なんだっけ、なんかタブレットとキーボードで分かれるやつ、あれ持ってる、サッカー、サッカー一個も見てない、ね、買ってた、日で買ってた適当にやったのに起きたら帰ってた、しっかり寝てたね寝てた、ポケモン買ってたこ焼き、たこ焼き食べて帰るつもりがポケモン買うだけで終わりましたえ、たこ焼きはどこ行ったサーフェスみたいな、え、わかんない、名前わかんないんだよね、あれの、すご
お名前かな。もう食べた人いるのかな、たこ焼き。そう、ショールーム、そう、ショールームのやつ2位だったね。結果惜しかった、めちゃくちゃ。ちょっとリアルの販売の今日から始まってるやつはさ、1位狙わなきゃ、売り上げ1位じゃなきゃ厳しい。予約しないとだめ、まあ優先だからね、予約。うん、まあ当日空きがあればいけるけど、うん、わかんない私。空きがあれば入れる、なかったら入れないんだよね。食べに行く、食べに行きたいけど、わかんない、行けるのか。1個1100円、そうだね、どの部も1100円ですね、値段が一緒なんで。その売り上げで競うから値段が一律じゃないとできないから、どの部も値段一緒です。1個、あ、たこ焼き1個でって意味じゃないよ、1セット9個入ってる、9個です、1セット。無理に行かない、まだね、わかんないんだよね、そういうの。だから、わかんない。わかんないです。行きたいけど、行けるかわかんない。そういうの。食べたらお腹壊す？いや、全部って全部飲むってことでしょ？たこ焼き、オムライス、コロッケ、デザート。お腹壊すまではいかないんじゃない？相当お腹いっぱいにはなりそうだけど。三脚が伸びない。私も食べ行きたいけど、ああ、行けるか分かんないか。池袋のもんか、ため、あ、池袋にあるんだ、知らなかった知らなかった、ついでに行けないでしょ絶対てか思ったけど、たこ焼き食べるんだったら絶対無理でしょ、そんな食べれないって無理な無理無理、行けない。今日行くよって言ってくれればいい。いや、わかんないんだよね、行けるかが。そもそも行きたいけど、それによる。わかんないからな。
どうするのかな、サンリオのイベント出ますか、発表されてないのでまだわかんないですわかんないです、わかんない、そう、コーギーもいなかった、ポチャッコ、ポチャッコ、ポチャッコはいたけど、テイクアウトはできない、できないです、お店で食べる、イートインだけ。ビューコル行ったことなんかあるよ、何回かある。そこには出ない、でも結構さ出るよね、キャラクター。出てもやな、え、何が出るかとかイベント、まあそうだね、基本発表されてないやつは言えないね。そんな未発表のこと先に言えないフフ、試食できないとすげえいけない、ちょ、いや、わかんない、そこらへんちょっと一旦人に聞かないと。わかんないな。アニメート、あー、アニメート、池袋のアニメート行ったことある、一回だけ、一回だけある。なんで池袋のアニメートに行ったのかわかんないけど、そのそれを目当てで行ったわけじゃないんだよね、なんで行ったのかわかんないけど、一回だけ行ったことあるわ。前髪そんなに伸びてないからまだ切らない、この間切ったよ、最近切ったばっかだよ切らない、まだアイロン何もドライヤーしただけで、え、ドライした状態だから何もアイロンしてない状態だから、それでアイロンするから全然長くない、今の長さ。周年公演のレッスン始まっ、この周年公演のレッスンは始まってるね、少しずつ。でアニメとって結構、ああ、アニメ、大分のアニメと何回か行ったことある、でもそんなにじゃない、しょっちゅうは行ってない、そこの近く通ったら行ってみようかなぐらいで行くぐらい、そんな行かないね。じゃあアニメとそんなしょっちゅう行くわけじゃないよ本当にたまにしか行かないよ本当にたまにしか行かない、そんなにしょっちゅうは行かないね。アニメートって何しに行く？アニメの漫画とか持ってるけど、私漫画買わないからアニメのグッズ見に行く？竹城え、漫画買わないからね、漫画買う人だったら漫画とかもたくさん売ってある、え、じゃない？
メのグッズだな。フィギュア私買わないんだよな。フィギュアも見ないからあれだけど、売ってるのは売ってるんじゃない。ポスターも買わない。ポスターも買わないですね。くじ引きにアニメートにはね、くじ引きに行かない。あんまないね、サンリオのやつ売ってることくじ。他のアニメわかんないけど、サンリオはね、サンリオショップとかコンビニだからな。アニメのグッズを買いに行くんだよ。普通にキーホルダーとかさ、そういうステッカーカードとかそういうやつ。でもね、何かを買いに行こうと思って行くわけじゃなくってさ、なんかこれが欲しくてキーホルダー欲しいから買いに行こうみたいなってわけじゃない。別に行って何か いいのあったら買うかぐらい。なかったら別に何も買って帰んない。そんな感じ。いつも何かが欲しいから行くっていうより、なんかアニメのなんか欲しいグッズあるかなぐらいの感じで行く。イヤホン延長するやつ大層によって、いや大丈夫、延長するやついらない。そんな困ってないからいいや。いや同時視聴配信だとちょっと普通のイヤホンの長さじゃさ短いけど、だからさ、こういうのするときは後日にすればいいんだね。こっちはで見ちゃえばパソコンで見れるし、どうしようだとテレビだけだからな。ちょっとな、困ってないからいいや。2月25日お話し会当たってました。当たってた、さっきさらに追加した、ありがとうありがとう。25日なんかサンタじゃないな、なんていうのクリスマスの衣装、サンタちょっと違うのかな、サンタかな、わかんない。クリスマスの衣装着る。昨日配信の時実況配信、実況配信はねギリギリに発表されちゃったから、その発表される前の配信では言ってないね、言ってなんか分かんなかった。サーフェス、トナカイの衣装、何それ、どういうことだ、わかんない。ゲリラ、ゲリラ、なんかね直前に発表されて、いつだっけ、1時間前ぐらい、もうちょい前か、うん、2時間ぐらい前だっけ、そのぐらいに発表されてね、遅かったんだよね。いつされるんだろうと思ってたけど、てかスタッフさんにもう発表されてなくって、いつ発表されますかって聞いたら発表されてた。その数分後に。そう、返信来る前に発表されてて。
フィジンクロマニア発表されてたからさ、あ、今されたのやと思って最近アニメグッズ買ったかな、なんか、アニメグッズ買った記憶がない。買ったっけ？買ってないかも。なんて入り多い人なの、やはり追う時もあれば追わない時もあるなんかね、そう、追う時もあればって感じ今で言ったらサッカーでしょ、見なかったしね今日4時からやってたけど、さすがにと思って寝たかったから寝ちゃったし起きて知った結果、あ、日本買ったんだぐらいで見てたツイッターでした。でも追う時もあるし、なんだろう、流行り、流行ってる追う時、何かな、最近あったやつ、最近流行ってたやつで私がやってたやつ、なんだろうちょっと思い出せないわ。何かな、何があったかな、てか何が流行ってた、そもそも分かんないや。何かあったかな、あ、サイレントとか見てないしな。そういえばサイレント流行ってるじゃん、めっちゃこうなんかめっちゃ泣けるみたいな、よく見るけど見てない追ってないわ全然。今のドラマ何も見てない。エペもさ、なんか流行ってた、流行がちょっと落ち着いてから始めたんだよね私。なんかすっごい流行ってた頃にやってたわけじゃからやってたわけじゃない、1年前ぐらいだから、そこまでだ。スパイファミリー見てない。なんかさ、めっちゃ流行ってるアニメとかさ、なんかドラマとか、友達とかさ、めっちゃ友達とかにめっちゃおすすめされて、え、見てよぐらいおすすめされたら始めるかってなるけど、そういうめっちゃ流行ってるとかそういうアニメって逆に見ないんだよねいつも見ないんだよね、遅れて見たりする。なんか前流行ってたし見てみよっかなぐらいで見ないんだよな。見るときもあるけどね。鬼滅もね、誰だっけな、ひな子かな、誰かにもなんか勧められて見たの。最初見てなかった、流行ってるの知ってたけど、まあいっかと思って見てなかった。チェソマも見てないや。チェソマはねジャンプルでずっと気になってたけど見てない。進撃の巨人、進撃の巨人ね、いつだっけ、今年入って見始めたかな確か。
今さっきも見てたんだよ、なんかねお風呂上がってスキンケアしながら見てて、今やっとファイナルシーズン5期のエピソード5ついてて止めてる。遅いんだよ。でもハリー乗る時もある。な、何が乗ったかって言われたらちょっとあんまり思い出せないけど、ハリー乗る時もあるよ。なんだろうね、何があるかな。わかんないわ。思い出せない。ご時間ありがとう。じゃあ13位からランキング見ます。13位ゆきひょうさん、ありがとうございます。12位 WY アットマーク影のしぼしんさん、ありがとうございます。11位あきひこさん、ありがとうございます。10位えほうさん、ありがとうございます。9位ゆきさん、ありがとうございます。8位バトニーさん、ありがとうございます。7位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。6位チョロさん、ありがとうございます。5位マルさん、ありがとうございます。4位サイレント D ムーンさん、ありがとうございます。3位佐々木俊介さん、ありがとうございます。2位ウドさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。あと明日の配信は朝時間があったらしようかな。明日朝夜するけど、公演終わって帰ってきたらするつもりだけど、朝時間があったら。でもね、明日ね、どうだろう。白い可能性の方が高いかも。微妙だな。早く行って練習したいんだよね。早く行って。昼声もさすがに間に合わない時間にはしないよ。あのさ、するとしたら何時かな。分かんないわ。何時かかな。何時に出るかまだ分かんない。夜はそれ帰ってきてから。ちょっとできそうだったら明日よね、朝。でも品川の方が高いわ。ね、可能性の方が高いけど、もしかしたらやるかもしれない。ぐらいで思ってて。レッスンじゃ行かないやつ、公園だもんだって。劇場だよ、いるの。行かないからね、レッスンじゃ。まあ、できそうだったらそうね。早く起きれて時間があれば。早めに行きたいから、練習するために。お弁当ある、いやさすがにあるでしょ。お弁当2回公演でお弁当なし、つらい。つらいそれ。面白いゲームエフェクス以外で教えてください。何かな、面白いゲーム。何、 PC のゲームってこと。わかんない、なんだろう。オーバーチ面白いね。最近の流行りはポケモンじゃない。ポケモン PC じゃないけど。夜は帰ってきてできそうな時間になったら始める。明日夜って 何時間やんだっけ。18時、18時半、18時かな。まあでもあれか、あんま変わんないか、30分しか。23時前にはできるんじゃないかな、多分。22時30分。わかんない、でも、できそうになったらします。でも23時ぐらい。
大体そのぐらいで、その前後で始めます。今日もやっぱしない。じゃあ明日公園だからちょっとだけ練習して寝るもん。ありがとうございました。また明日朝はちょっとできそうであればしますね。しない可能性の方が高いけど。できそうだったら言います。755で。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。また明日。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。またね。おやすみ。バイバイ。おやすみ。切れない。え？え、なんで切れないんだ？え？あ、森さん、あ、そういうこと、自分で切らないとダメなパターン、今日は。そういうことか？じゃあ、切ろう。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ。おやすみ、またね。